違いすぎない？違ってないよ早ないツッコミ。イエーイ、今日はバレンタインデーということで、まあ、チョコを一応あげたんですけど、これ見て僕に林があんまりチョコレートが好きじゃないということで、手作り料理を作りたいと思います。イエーイ。なんでこうなったかというと、バレンタインって彼氏のために尽くす日じゃないですか。でも彼氏よりもお客様のために尽くすタイプ。まあまあそれはそう夜の蝶の鏡みたいな何食べたいみたいな話をしてたら、家父ちゃんの家に女に LINE でキュウリの浅漬けの作り方みたいなの送ってきて、最近ローソンのキュウリの一本漬けをめっちゃ一緒に食べててね、毎日食べてるよね。もったな毎日食べてるよねほぼほぼ毎日食べてるんですけど、今日はちゃんと自分で作るって言っても浅漬けの素なんですけど、浅漬けの素を袋に入れるときは俺にやらせてなんかほぼ作ったみたいなのや、まあ、とりあえずこれでキュウリの浅漬けをどんだけ一本漬けのように漬けれるか動画を撮りたいと思います。ハッピーバレンタイン。漬けて食べるまでね。とりあえず3本漬けようか。ブーン。危ない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 。衛生面のあれも考えてるっけ。誰に対してですか。君の。でも水だね。そこのキュウリは一回避けさせてもらいますね。そこの上に置くの。衛生面考えて。衛生面考えてないから。こっち洗った方がいい。うん。よく洗えなかった。ちょ、切り込み入れといたらさ、染み込みやすくなりそうだね、やっぱね。ね。下手切った方が。この机思った以上に高い。どうですか、この切り込み。見えませんよ。ほら全然わからへん。あ、こう、ちゃんと。全然そうだね、見られへん。はい、登場です。僕は、いやいや、ちゃんとこれ、ほら任せて、じゃあ投入します。いきます。はい。マジ買うわちゃんとノアと準備してみてや。いきます、はい、ストップって言ってください。お、いい感じ。このままじゃん。そのまま、そのまま。まとめて全部入れた方がいいんじゃない。これも、こっちも、これ、これ全部回って。だからこれはこれで、もう一個これで、もう一個いやいや、何のこだわり全部入れた方がいいじゃんそう、いやでも、そうだね、うん、じゃあ僕に次キュウリ洗ってくるからキュウリちょっと対応しとって、何持って何をもーみもみもみ、え、もみもみちょっと書いてるの。もみもみ隊長して横着しようっと。はい、し、出番や。本日2回目のおすすめ出番や。てかさ、今思ってんけどさ、ノアと林の季節感やばない。ん、今からバレンタインのお料理をお持ちします。初めてのバレンタインこんな経験お待たせしました。キュウリの一本漬けになりますどうぞ召し上がれ。ハッピーバレンタイン。美味しい。ちょっとつけが足りないかもしれない。全然食べていい。乾杯。乾杯。あ。最初の一口いい感じやんな。うん。座ってください。バレンタインなんで。ホワイトデーじゃあ人参の浅漬けとかすればいい。2回。ノアちゃんに人参をつけさせる、食べさせる、ホワイトデー返しの3本だよ。あれじゃない？寝起きでノアちゃんにキュウリを食べさせておきですよ。寝起きでキュウリとか喜んでないけど、皆さんもこれを真似してキュウリの浅漬けを彼氏にプレゼントしてあげてください。待ちそよ。はい、美味しかったです。バレンタイン喜んでくれましたか？チャンネル登録。
るのか。はい、こんな時間まで浅漬けを作って食べるっていうしょうもない動画を見ていただきありがとうございます。これからが本番です。何を撮りたかったかというと、先ほど作ったキュウリの残り半分あるんですけど、私の過去の動画見てもらったら分かるんですけど、進撃チャレンジみたいなのを3つぐらい撮ってて、早食いでスイカ食べるとか早食いでおでん食べるみたいな動画があったんですけど、なんと何も知らずにスヤスヤ眠っている林の元へこのキュウリを持っていき、30秒間で3本食べていただきたいと思います。もし食べれなかった場合は何かしらの罰ゲームを考えたいと思います。これがあるんですけど、これピューって音鳴るやつ、ピーで起こしてはい、食べてください、30秒進撃のキュウリチャレンジですって感じで持っていきたいと思います。起きたら犬なんかキュウリやね。 All right, hit it.